アメリカ利上げ年3回日本市場交換。アメリカの中央銀行にあたる FRB21 日政策金利を引き上げて、今回の利上げの回数見通しを3回に据え置きました。年4回の利上げを見込んでいた東京金融市場では昨日、円高ドル安株高となりました。昨日はですね、その前の日よりも211円上がって 21,591 円でした。ただアメリカが利上げ継続すればアメリカ経済を下押しし、日本の株価上昇の重しとなる、こういう見方も多くあります。アメリカの利上げ、アメリカ国内の企業や個人の金利負担、これが増すことで、投資や消費を抑えて、アメリカの株式市場にはマイナス要因となると。マイナス要因もマイナス要因、先ほど冒頭で足立さんにもお話しいただきましたけども、昨日に比べてアメリカの株価は$724.42下げてますからね。これ、利上げ継続でいくと、足立さんはこれ株式市場どうなると思ってらっしゃいますか？ですね。もうすでにかなりピークアウトしてきて、下げ基調なんですけども、次の利上げをするかしないかが、まだ一応今のところアメリカ経済好調なんですけども、そこが、崩れるか崩れないかのちょうど分岐点が、多分次の利上げをやるかやらないかと、6月ぐらいだと思うんですけども、そこまで来てるんじゃないかと思いますね。なので次利上げすると、今度経済も悪くなって、で、そこから本格的に下がり始めるっていうリスクが出てくるんだと思いますけどね。なので非常に警戒的に見る必要があると思います。そうですね。どうでしょう。日本への影響なんですがね、これ、その物価上昇率 2% を日本を目指している、日銀が目指しているわけなんですけれども、これはどうなるんでしょうね。まず利上げをアメリカがするとですね、セオリーというか、通説、俗説の類だと思うんですけども、円安になるから、プラスじゃないのっていう話があるんですけど、問題はですね、その株が下がると、これ、いわゆるリスクオフ。我々言ってるんですけども、投資家がリスクを取らなくなってしまうという現象が起きまして、その時には、円って実は円高になるんですね。でなので、基本的にそのアメリカの金利が下がって、で、株が下がるという状況は非常にまずいことで、今日というか昨日のニューヨークのマーケット、それが起きてますね。で、長期金利が下がって、2.82 ですかね、2.9 ぐらいあったんですけど、割と大きく下がってますので、いわゆるリスクオフになると、これ、円高なんですね。その時に、じゃあ日本はどうするかっていうことで、一番期待されるのは、やはり日銀の追加緩和ということなんですけども、ただ、正直なところ、その追加緩和の策があるのかどうなのか、私は今のところ非常に疑問なので、ただ、指を加えて見てるだけっていう、それが一番最悪のパターンだと思いますけどね。何も動かないというのがね、それが最悪ということなんですね。2期目の黒田日銀、デフレ脱却はどこまで進んでいるのか。今週火曜日、日銀の新体制が動き出しました。黒田総裁続投、日銀の雨宮理事と早稲田大学の若田部教授、新たな副総裁につきました。足立さん、大規模金融緩和、これが導入されてから5年なんですけれども、さあ、そしてこの新体制となりましたが、新体制についてこれどうご覧になってますか？まずですね、若田部副総裁は、かなりその昔からですね、リフレ、政策を推してきた方で、で、基本的に最古参なので、彼が一応副総裁として入ったというのは、まだそのリフレの目が消えてないという意味で、助かったなという気がします。で、あと問題はやっぱり雨宮副総裁が、基本的には、実験というと言い方変なんですけども、金融政策のアイデアを、出してくるか、もしくは、企画の方からのアイデアを汲み取って、多分総裁に、提案するという立場だと思いますので、彼がどういう考えをしているかというのが非常に重要なことなんですけども、ただ国会でのその発言を聞くとですね、なんとなく出口というか、マイナス金利の、解除、の方を、やっぱり、なるべく早くしたいのかなっていうようなニュアンスを匂わしているというところが、これもまた心配なところということですね。今の足立さんのお話の中でね、デフレ対策、これを、足立さんの考えの下で、正しくそのデフレ解消していくためには、まだ若田部さんがいるから、なんとかいきそうかなという、そんな感じですか。ただ、これ、多数決で決まってしまうというのがありまして、現在、現在これまでですね、これまでのところは、まあ、片岡さんが、孤軍奮闘という形で、緩和を、まだやめるなという話をしてきているわけですけれども、まあ、それにその若田副総裁が入られたということで、まあ、なんかその、ディフレを支持されている方の中には、まあなんか強い援軍ができたみたいな形で評価されている方もいると思うんですけど、ただ、その今、岩田副総裁の時もそうなんですけども、基本的にはその執行部、総裁副総裁っていうのは、まあ基本的には一枚岩ではないといけないという、まあ変な不問率みたいなのがありまして、まあ法的とか制度的には別にそうじゃなくてもいいんですけども、そうなると、その若田副総裁が、実際のその決定会合で、例えば、マイナス金利解除というのを提案されたときにですね、反対票を投じれるかどうなるかっていうのも、まあ注目点というか、非常にこれはまあ困難なことかもしれないということなので、そうするとなかなかまあ、マイナス金利政策の解除っていうのは、阻止するのは、なかなか難しいかもしれない。で、そのタイミングとしては、その雨宮副総裁がどう考えているかというところに、まあ事実上はかかっているということだと思いますけどね。さて、先ほど出口戦略というね、お話も出てきましたけども、まあ、新体制では緩和縮小する出口戦略、これを模索するとの声も確かに出てます。これは、足立さんからしていかがですか？まだ早いかなと思ってまして、まあ、今のその日本経済の現状からするとですね、あとまあその実際の、まあ、オペレーションっていうか、緩和の手段等を考えると、まあ、今すぐ追加緩和しないとまずいですよということではないと思うので、まあ、最低限ですね、今の緩和を続けて、なるべくデフレ解消の道をですね、確実なものにするというのが重要だと思うんで、そういう意味ではなるべくその出口とかマイナス金利の解除とか、もしくはその国債の購入の減少、削減とかっていう話は、まあニュアンスでもですね、伝えない方が良いと思ってまして。ニュアンスすら伝えちゃダメだと。で、多分今の方向性ですとですね、追加緩和はやっぱりマーケットの認識としては、まあ、ほぼ無理かなと思ってるので、ほぼ、勝てる戦略ってもう、その、円高にかけるという、まあ海外投資家の場合ですね、が、ほぼ、勝てる確率が多分高い戦略になりつつありますので、何らかのそのきっかけで、それが、その戦略をこう実行するような、現地を与えてしまうと、割と急激に円高が進むリスクなんかもあるんだと思うんですね。円高が一回進み出すと、それが、経済を動かしてしまうというリスクがありますので、今、なるべく、何も、少なくとも何も、せずですね、変なその情報をマーケットに与えない方がいいと思いますね。まだそのデフレ解消の多分途中だと思います。途中なんですね。どうでしょう、まあ5年経ちました、異次元緩和と言ってね、で、ターゲット、目標はですね、消費者物価の 2% 上昇です。2年ぐらいでできるかなと思ったら、まあ今も5年経っても実現できてない。ただし、いい方向には向かってるんでしょうか。ですね、まあ非常に運がいいところもあると思ってまして、まあそのトランプ大統領の登場で、まず選挙直後に、円安が急激に進んだっていうのが、まあ非常に大きかったと思います。それまでマイナス金利政策が裏目に出て円高になってましたんで、それで一気に、挽回したというところがあって、で、ついでに言うと、まあ、昨年ですね、結構アメリカの景気も良くなって、で、まあ、中国もなぜかその景気良くなって、輸出が急に拡大して、景気良くなってるということなんで、まあ、非常に運が良い部分もあるんですけども、割とまあ、今いいとこまで来てってですね、まあ、多分時期的には、この前の量的緩和解除した時よりも、景気の状況はまあ、いいかもしれないし、まあ、まだそのデフレの状況だと思うんですけども、まあちょうど今、デフレがまあ始まったばかりぐらいのところまで盛り返してるんじゃないかなと。あそこまで戻したと思うので、まあもうちょっとだと思うんですね。完全失業率とか見てみると、1月 2.4% まで下がってますよね。ですから、そのまもなくインフレ率が加速度的に上昇するんじゃないかっていう、まあそういうふうな、見る方もいらっしゃるわけなんですけども、このあたりどうですか？2.4% だと、ものすごい低くてですね、多分、まあ 2.4% の数字自体が、まあちょっと異常値っていう気がするんですけども、ただ 2.6% ぐらいででもですね、今までだったら多分、もうインフレ率上がってないとおかしいはずなんですけど、上がってないっていうことなんで、なんかトリックがあるんだろうなと思ってまして、で、私が注目してるのはですね、就職活動してない人って結構いるんですよ。で、彼らを調整すると、多分、5% から 6% ぐらいまで、実際はまだ失業率ってあるんじゃないかなと思ってまして、でその 5%、6% っていうのがちょうどやっぱり2000年になる前ぐらいなんですね。デフレになる前ぐらいなんで。なので、まあ、そういう意味でも、まあ、今、ちょうどデフレの多分、初期ぐらいのところまでは戻してきてるというふうに思います。なのでもうちょっとなんですね。確かに失業率、働きたくても仕事がないと。そうです。求職活動してないと失業者にならないということなんですね。それを考えると、まあ、今の足立さんのお数字が出てくるということですね。今朝のコメンテーターはエコノミスト足立誠二さんでした。